本ハム清宮幸太郎内野手が沖縄名護での自主トレでアクシデントに見舞われた。全体でのアップ後に突如うわっと声を上げ、その場で地面に顔をついて倒れ込んだ。悲鳴を上げながら数十秒間うずくまり、左足付近を押さえ、苦悶の表情。すぐに担架が運ばれてきたが、なんとか立ち上がり、足を引きずりながらベンチ裏へ下がった。清宮は23日から始まった自主トレに参加。前日まで軽快にメニューを消化し、打撃練習では豪快なスイングから力強い打球を連発していた。状態はいいですと手応えを口にしていただけに、離脱となれば痛恨となる。足つっただけだといいんだけどね。マジか。足のどこ？重傷でないといいが。捻挫程度ならいいが、アップで怪我するとは。ニュース番組で無理しない、怪我しないみたいなこと言ってたのがフラグに見えてくる。毎年ここぞで怪我をするから印象が良くない。お祓いに行った方がいいよ、清宮。春キャンプ直前にこれかよ、隙がないのかな。清宮より妙瀬に期待してるわ、ガッツと必死さが違うわ。去年故障で出遅れたから今年こそはと密かに期待してたのだが、マジで勘弁してくれ。しっかりオフにトレーニングはしていたはずやから、本当についてないやつだな。清宮案外最近怪我多いね。負荷かけすぎた筋トレは注意だよ。突然ぶっ倒れるなら人体か肉離れかだと思うけど、立ってんなら肉離れだろうな。秋ならまだしもキャンプイン直前に持ってないと感じる。ハンカチみたいにオフシーズンの話題だけで終わらないことを願う。新庄も言ってたけど、やっぱり怪我が多いとアスリートとして成長がね。清宮を見てて、視線力には考えない方がいい気がする。毎年離脱した場合のことも考えないといけないガラスの清宮。スポーツ選手は体が丈夫なことも名選手になる要素の一つだと痛感する。自主トレでもトレーニング方法に問題あるんじゃないか。トレーナーとしっかりとしたプランの練り直しが必要だわ。キャンプ前のこの時期の怪我は全く意味がない。一流の選手は怪我を回避するスキルもあるが、残念だ。このまま、目立った結果も残せずに、若手に追い抜かれていくのかもしれないね。正直清宮は実質絶対不可欠な選手ってわけじゃないからな。怪我してる間にポジション奪われちゃうかもよ。若手には大きなチャンスになると思う。これでハム内の競争力が増せばいい。ずっと期待に応えられない清宮、名前だけが一人歩き、斉藤佑樹の二の前、かわいそう。それにしてもプロ入り以来怪我が多いな。軽傷であることを祈ることしかできないわ。意外と普通にランニングしててもふくらはぎ肉離れとかするから怖い。もう、怪我してる場合じゃないぞ。結果が求められるシーズンだろう。無事これ名馬、頑張ってほしいけど、開幕前の怪我だからしっかり直してほしい。今年一定の成績を出さんとほんと厳しいわ。期待ほどにもないと思われているのが、確信に変わってしまう。